南無阿弥陀仏、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 南無阿弥。7月を迎えました。振り返りますと、4月、5月とこの本山においても開宗850年並びに東山開宗850年の大法要も盛会のうちに務まりました。850年という月日は言葉で言えば簡単なことですけれども、そこには大変貴重なその時その時の真実が散りばめられて今日に至っていると思います。その計算の年の7月自然を見渡しますと、すでに水田には青々と稲が茂って、秋の実りへと生育していく、その光景が見られます。ところが人の世は皆様方もご存知のように、あちこちで戦争と言ってもいいようないさかいや貧困や、さらには自然災害で、困難な生活をしている方々もたくさんいます。考えてみますと、自然の巡りの中で私どもが安心して生きていくという、そういうこの恵みの一つ一つを、人の世の浅はかな知恵が何かいろいろな敵対的なことをもたらし、また逆に人々を悲惨な目に遭わせているような気もしてなりません。どうしてそうなんだろうかということを思うときに、私たちは自らの心気持ちを言葉に託していつも表現しています。自らとは全く違う他者に向けて言葉を発しています。その言葉が人類の英知として一つ一つ良きへ良きへと向かえば良いのですけれども、なかなかそうはいかない現実をあちこちで見ます。今日は電動掲示板に言葉には心が張り付いているという書き出しの言葉を話題にまずしたいと思います。この言葉は皆様方もご存知だと思いますけれども、俵万智という歌人が30年ぐらい前に、私どものいわゆる31文字味噌一文字のこの短歌や詩俳句のありようを非常に大きく展開させたという評価をされる「サラダ日記」という書物を発行したことで大変注目をされました。つまり短歌とか文学とか言葉の世界は高尚な、人の心の高尚な部分を表現しているのだというふうにずっと思われてきたそのことが、そうではなくて、むしろ言葉というのは私どもの日常の生活にむしろ張り付いているものだと。したがって今申しているように日記のようなものだという発想がそこにはあったに違いありません。私どもは言葉を使うという万物の霊長であります。その言葉ということに関して
現代ではほとんど話題にならなくなりました。それは SNS とか、またはデジタルとか、いわゆる科学技術の進歩という、このことに目がくらんでしまって、私どもが自らが発する言葉ということについての思いが大変薄くなっているように思います。これは注意しなければいけないと思います。実は先日もあるコラムで、このような、これは NHK の山根元代さんとおっしゃるベテランのアナウンサーが、ある本で、語っているのです。それは、声っていうのはね、耳に届くんじゃないんですよ、肌から心に染み込むんですよ、このようにおっしゃっています。言葉というのは、言葉だけが相手に通じればいいというようなものではなくて、まさに言葉には心が乗っている、張り付いているということです。ですから、それは私どもの目で見るとか、耳で聞くとか、手触りで分かるとか、そういう五感の一部に捉えられていくものではなくて、肌から、私どものこの肌から心に染み込んでいくものなんですよ、という言葉がありました。これは大変大事なことだなと私は思っています。また、脳外科、解剖学者の養老たけしさんという方がある新聞で、こんなことも語っておられるんですね。それは、今注目されています AI ですね、アーティスティックインテレクトという人工知能、この内部では一つ一つの単語が記号になって、経験とか感覚に対応していく、感覚または、経験を含んで表現されているわけではないと。人間の発する問いの意味と、その問いの意図を AI は理解していないのだと。こんなんでいいんだろうかというようなことをおっしゃっています。と言いますのも、今世間は AI の時代が来た、またデジタルの時代だというふうに、この強調されてますけれども、この養老たけしさんがおっしゃりたいことはこういうことなのですね。 AI に意識なんてあるわけがないのだと。生き物を甘く見るなよと、このようにすら語っているのは大変印象的です。さらにこのように最後に語っています。 AI 騒ぎが改めて浮き彫りにしたのは、人とは何なのかと、生きるとはどういうことなのかという問いをですね、出しているのだと。この問いは実は非常に重い問いです。大事な問いです。それを現代社会はスルーしている、もう見逃して、平気な顔であっけらかんと過ごしているというようなことがありはしないか、というふうなことに連なると思います。そのように思うときに、宗教における言葉というのは大変大事なことを持っています。それは例えばキリスト教の聖書を読みますと、はじめにロゴスありきと、ロゴスは言葉であるのだと、または神であるのだと、真理なのだと、このようにまず出だしにあるわけですね。仏教におきましても、実は言葉ということに託さない修行方法もあります。不流文字というような修行方法もありますけれども、私どもにはやはり言葉、声に出すということでもっ
って私どもの心が通じる、通い合うというこのことが基本にあると思います。その最も最も究極のコンデンスされた濃縮された声が南無阿弥陀仏の称名というふうに受け止めなければいけないと思います。南無阿弥陀仏の称名念仏には心が張り付いている、このように言っていいと思います。声に乗せる言葉によって私どもはお互いを正しく受け止め、理解し、分かり合おうとします。そしてまたそれが私どもの態度になります。そしてまたそれが私どもの生きるということにつながる大事なことです。現代社会における優しさとか寄り添うとか、そういう言葉は全てそこに心が張り付いている、そういう態度、そしてまた そういう言葉かけということがあるからにほかなりません。そのことを抜きにしてどれほど繰り返して実は寄り添うとか、またはね、相手のことが分かっているとか、いくら言ったところでそれは何の意味もない。でもそういう言葉だけが浮遊している、ね、根の仕草のように、この漂っている、そういうことにはならないようにした方がいいと思います。法然上人が南無阿弥陀仏の仏教でなければ私どもは救われようがないんですよと、このようにおっしゃっているこのことは、南無阿弥陀仏が単なる声ではなくて、また南無阿弥陀仏は例えばテープレコーダーが繰り返しているような、そういう単なる音声ではなくて、どこまでも今申しているような、唱える人の心がそこにちゃんと張り付いていると同時に、南無阿弥陀仏のその一声一声は今月のもう一つの伝道の言葉にあります。こんな愚かな私でも助けたくてたまらないんだと言ってくださる阿弥陀様という、このことがあります。まさに南無阿弥陀仏、阿弥陀様に向かい合って、阿弥陀様に南無阿弥陀仏と張り付く心をお届けすることは阿弥陀様の御心、こんな私でも実は助けてくださるのだという阿弥陀様の御心と通い合うこと、そしてまたその通い合う心こそが私どもの尊い命をいただいた人の世の大事な積み重ねの人生、そしてまた阿弥陀様へと向かう心が阿弥陀様にお迎えを得て、阿弥陀様の御国に生まれゆく、往生をするということへと連なる大事な南無阿弥陀仏の仏教であるわけですね。現代の社会というのは今申しているような人間が持ち合わせている大事な大事な人間にしかない大事な事柄を無視してしまって、いつも私どもの外にあるものを操作しながら、そのことによって私どものありようが決められていくというような、つまりそれは振り回されているということですね。そういう現象があるのではないかと思われます。私どもの今
申しているように持ち合わせている大事な今ここでは声に発すること、言葉を用いること、そしてまた私どもの心を常に迷う方向ではなくて一つの大事な方向、先ほど申しましたように人の世の浅はかな知恵がもたらすいろいろないさかえよりもむしろ時には7月ですから縄代にちゃんと苗が植えられて日に日に成長していく、そして実りへと実っていく、その稲の水田の姿に時々目を移してみるといいのではないでしょうか。今申しているような私どもの日常の事柄に即しながら、実はひょっとすると現代の人間の知性理性という限りある進歩の中で私どもは何かこう閉塞的になっている、何かこうせっかくの人としての持ち味が何かこう包まれてしまっている、そのような状況ということを感じることも多くなる私の今であります。阿弥陀様の御心をいただきながら私どもはその阿弥陀様の御心へと向かう一日一日、またはその心のありようを私どもは信心と言っていいと思います。その信心、心はこのことが大事だと思います。南無阿弥陀仏と声に託すことによって私どもの生身のこの今の私が尊さをいただきながら、まさにその時にこんな愚かな私でも阿弥陀様は助けてたまらないんだと言って私の方をちゃんと、ね、忘れずに向いてくださってるんですよというこの気持ちこそが現代社会において大事なことではないかと思います。このことをこの少し、経典または思想の裏付けで申しますとこのようなことなのですね。これは法然上人の念仏往生行義抄というご法語に出てくる言葉なのですけれども、阿弥陀仏は罪悪深い修行を救おうとされて生死の大会に、つまり生老を病死する私どもの現実の苦しみのその世界に愚勢ということは広く救ってやるということを誓った願い、その船をですね私どもの方に差し向けてくださっているのだと。つまり私どもは今申しているように生老病死の人の生きる道筋の中でむさぼりの心、苛立ちの心、そしてまた愚かな心に振り回されながら迷っている私たちにこの船に乗りなさいという、そういうこの救いの船をちゃんと与えてくださってるんですよ。ですから私どもはその救いの船に乗ることが
私どもの人の道を迷わずに歩み、そしてまた行き先をきちんと定めてくださっている阿弥陀様の身元へと運んでくださるのですよ。まあ、このように、実はおっしゃってるお言葉があります。念仏というのは平等の慈悲を常に私どもにこの照らしてくれている、また差し向けてくれている。平等の慈悲ですから、老若男女いつでも誰でもということになります。しかし私どもはそのようなことに気がつかないことの方が多いわけです。でも気がつかないからそれでいいのだという人生を送るか、またはそのことをちょっと自らのこととして、自らのことというのはどういうことかと言いますと、先ほど申しました、生まれてきたものが年を取り、そしてまた病にかかり、そして嫌でも死を迎えていくという現実、そしてまたその道筋では私どもの心は貪りの心に振り回される、また苛立ち怒りの心をこのそのままにして人様に迷惑をかける、そしてまた自分自身も沈み込んでしまうというような、そういう心模様があるわけですね。これはやはりどうにかしましょうということを阿弥陀様が私どもに呼びかけてくださっている。このことを今日は大事に受け止めていただきたいと思います。そういえばそうかなということから始まるので良いのです。私どもの今申しているような一つ一つ、やはりそういえばそうかなというふうにちょっと心を開いて、そのことに思いを巡らすこと、このことが現代の社会情勢の中でこそ大事なことであると思います。先ほど申しましたように、いつでもどこでも誰にでもという阿弥陀様の御心は、あ、そうというふうに皆さん思うかも分かりません。大事なことは、いつでもというのは今です。どこでもというのはここです。誰でもというのは私です。どうか皆様方、今ここの私の事柄として今日の話を受け止めていただくと大変ありがたいことだと思います。梅雨の頃です。体調を整えながら、梅雨が明けますとお日様がカンカンと照らして、そして私どもはそれで熱中症にかからないようにとか、エアコンを入れてくださいとか、いろいろ注意しなければいけません。しかしながら大自然はその太陽の光をこんこんと受けて稲が実ります。また果物が実っていきます。いい味になっていきます。そういう自然の巡りをも経験しながら過ごしていく7月であっていただきたいと思います。道生10年、南無阿弥陀仏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 、南無阿弥